戸米移籍後、ナンバーアンダーライン愛のメンバーに何が起こったのか。驚くべき変化と笑顔の理由を徹底解剖。平野翔と仲間たちの笑顔の裏に隠された真実。渡米の移籍後、ナンバーアンダーライン愛の3人のメンバーがなぜこれほど笑顔が増えたのかについて考察するのは興味深いテーマです。平野翔、岩優太、神宮寺・ユ太の3人が、 新しい事務所である戸部に移籍した後の変化には多くの要因が絡んでいますその中で最も顕著なのは彼らが以前の事務所で感じていたストレスから解放されより自由で自然体の活動ができるようになったことですまず戸部に移籍してからの3人の笑顔が増えた理由の一つとして挙げられるのはタッキー社長のリーダーシップと彼が作り上げた働きやすい環境ですタッキーこと滝沢秀明は 自身もかつてはタレントとししてて活躍していたためタレントの気持ちや悩みを理解していますそのためタレントたちが最大限にパフォーマンスを発揮できるようにサポートする姿勢がナンンバーアンダーアダラインアイの3人にとって大きな安心感をもたらしています例えば以前の事務所では仕事の過密スケジュールや厳しい上下関係がありタレントたちが過度なストレスを抱えていたことが知られています ナンバーアンダーラインアイの3人も例外ではなく心身ともに負担が大きかったとされていますしかし戸ベに移籍してからは仕事のスケジュールや内容についてもタレント自身が意見を言いやすい環境が整っていますこれにより彼らは自分たちのペースで活動できるようになり過度なプレッシャーから解放されましたさらに戸ベの環境が彼らに与えた自由度も大きな要因です タレントたちがやりたいことを積極的に提案しそれが実現する機会が多いことは彼らのモチベーションを高めています例えばキャンプなどのリラックスした活動を通じてメンバー同士の絆が深まりました神宮寺雄太は一人っ子であり他のメンバーやタッキー社長との交流を通じて兄弟のような関係を築くことができましたこのような環境は彼らの精神的な安定にも寄与しています また、飛べの雰囲気の良さも見逃せないポイントです。タッキー社長のリーダーシップのもと、タレント同士が互いに尊重し合い、助け合う風土が根付いています。これは、ナンバーアンダーライン愛の3人が自然体で笑顔を見せることができる一因となっています。以前の事務所では、 厳しい上下関係や競争があったためタレント同士が本当の意味で心を開くのが難しかったのですがトベではそのようなストレスがありませんさらにトベの方針としてタレントの健康管理が徹底されています以前の事務所では過労やストレスによる健康問題が頻繁に報告されていましたがトベではタレントの体調を第一に考えたスケジュールが組まれていますこれにより ナンバーアンダーライン愛の3人も心身ともに健康な状態を保つことができその結果として自然な笑顔が増えたのですまた戸部におけるファミリー的な雰囲気も彼らの笑顔に大きく寄与していますタレント同士が助け合い支え合う文化が根付いているため困った時には気軽に相談できる仲間がいるという安心感があります特に神宮寺優太が他のメンバーやスタッフとの交流を通じて 以前よりもリラックスした表情を見せるようになったことは、戸部の雰囲気の良さを象徴しています。そして、戸部における透明性と公平性も重要なポイントです。以前の事務所では、タレントに対する扱いに不透明な部分が多く、不平等な扱いを受けることがありました。しかし、戸部ではタレント全員が公平に扱われ、意見を尊重される環境が整っています。これは、 タレントたちが安心して活動できる要因となり自然と笑顔が増える結果につながっていますまたトベのグローバルなビジョンもナンバーアンダーラインアイの三人にとって大きなモチベーションとなっていますタッキー社長はトベを国際的に通用するエンターテイメント企業に育て上げることを目指しておりこれによりタレントたちにも新たな挑戦と成長の機会が提供されています特に 平野翔は人見知りではありますが、新しい環境での活動を通じて徐々に自信を持つようになり、その結果として笑顔が増えています。さらに、ファンとの関係性も重要です。トベでは、ファンの気持ちを大切にし、タレントとファンとの距離を近づけるようなイベントや活動が積極的に行われています。これにより、ナンバーアンダーライン愛の3人もファンとの交流を楽しみながら活動できるようになりました。 特に岸優太はファンとの交流を通じて以前よりも笑顔が増えたと感じているようです都米の移籍はナンバーアンダーラインアイの3人にとって多くのポジティブな変化をもたらしましたタッキー社長のリーダーシップの下で彼らは以前の事務所で感じていたストレスから解放されより自由で自然体の活動ができるようになりましたまた健康管理の徹底やファミリー的な雰囲気 透明性と公平性、そしてグローバルなビジョンが、彼らのモチベーションを高め、笑顔を増やす要因となっています。このような環境で、ナンバーアンダーラインアイの3人がこれからどのように成長し、さらに輝くパフォーマンスを見せてくれるのか、とても楽しみです。彼らの活動を見守り、応援することで、ファンもまた新たな喜びを感じることができるでしょう。トベでの経験を通じて、 彼らがどのように進化し、どのような新しい挑戦に挑んでいくのか、その未来に期待が高まります。これからもトベの一員として、ナンバーアンダーラインアイの3人がますます笑顔で活動できるよう、私たちファンも応援し続けることが重要です。彼らの成功は、タレントとファンが一体となって築き上げるものです。トベでの彼らの活動が、さらに多くの笑顔と喜びをもたらすことを願っています。 また、戸部の他のアーティストたちも同様に、タッキー社長のサポートを受けながら、自由で創造的な活動を展開しています。IMP もその一例であり、戸部に移籍してからの進化と活躍は目覚ましいものがあります。彼らの努力と仲間同士の絆が、素晴らしい成果を生んでいるのです。これからも、戸部のアーティストたちがどのような新しい挑戦をし、どのように成長していくのか、 そのプロセスを見守りながら応援していきましょう。最終的に、ナンバーアンダーライン愛の三人が飛べで見せる笑顔の背後には、タッキー社長のリーダーシップ、健康管理の徹底、自由な環境、ファミリー的な雰囲気、透明性と公平性、そしてグローバルなビジョンという多くの要因が存在しています。これらの要因が相互に作用し合い、彼らの笑顔を増やしているのです。このような環境で、 彼らがこれからどのような新しい挑戦に挑んでいくのか、その未来に期待が高まります。私たちファンも、彼らの成長と成功を応援し続けることで、一緒に笑顔を共有し、喜びを感じることができ。るでしょう。トベでの彼らの活動が、さらに多くの笑顔と喜びをもたらすことを願っています。